はい、皆さんこんにちは。私はこちらのサンゴ礁の海の水槽を担当しているこみです。こちらのサンゴ礁の海の水槽では、サンゴ礁を作る石サンゴの仲間を展示しています。石サンゴの仲間は一見するとこちらにあるような木の枝や石のようにも見えるんですけれども、実はポリプというものがあるえ、イソギンチャクの仲間になります。 この水槽ではただ単にこのイシサンゴたちを展示しているだけではなく実際のサンゴ礁の海に住む多種多様な生き物を展示できるようにこれからどんどん生きき物たたちを足してていいいいという,ふうに考えていますまだまだ未完成な水槽ではありますが今後どんどんきれいになっていくこちらのサンゴ礁の海の水槽楽しみにしていてください。